皆さんが飲むのは青い錠剤でしょうか、赤い錠剤でしょうか、それともこの緑の、これはただの風邪薬ですね。よく聞きました。ということでですね、ちょっとくだらない始まり方をしたんですけど、私残念ながら先週コロナになってしまいまして、用心はしていたんですけれども、残念ながらね、なってしまいました。今は結構全国的にコロナ流行ってるようです。私のね、教えてる生徒さんとかも結構コロナになっちゃいまして、へえ大変だなみたいに余裕ぶっこいてたら自分自身がなってしまいました。悲しいものです。それでじゃあちょっと経過を話すとですね、まずですね、ちょっと家族がなりまして、家族の世話してたら移っちゃったんですよね。最初自分は平気かなと思ってたんですけど、夜にちょっと 36.78 度ぐらい、なんか微熱が出たんですよ。でそれでその次の日に起きたらもう 39.45 度、ものすごい熱が上がりました。怖えなと、でも本当に立ち上がれないぐらい、なんか病院行ったんですけど、なんかもう医者の言うことはね、何言ってるか分かんないレベルですね。本当に死ぬんじゃねみたいな、結構やばかったですね。でその状態がしかも 2,3 日ぐらい続いて、熱がもう全然下がらなくて、一応そのこの辺のね、これはカロナールとか、あとイブプロフェンですね、こういうのとか飲んだりしたんですけど、なかなか最初熱が減らなくて、それでもう大変で大変で、本当に死にかけみたいな感じで、で3日目4日目ぐらいになってようやくちょっと良くなってきて、でなんかただ頭痛が引かなくてですね、それでそのさっきのこの緑色の錠剤飲みました。これリングル IBα200 ってやつですね。これ飲んだら頭痛が引きました。で今1週間目なんですけど、1週間以上経ちました。やっぱね、そのコロナ治りかけの頃ね、ちょっと何食べても味がね、変な味してね、本当になんか 何もかもが薄い味というか、結構苦しみましたね、なんか。このまま味戻らなかったらどうしようとか、真剣に悩んじゃったりとかして。でも私は治っちゃったんで、もう今は特に何にも異常ないんですけど、これ人によっては並べるんじゃないですか。本当に1ヶ月経って2ヶ月経って、ずーっと治らない人もいるらしいですね。だからそれに関しては良かったですね。確かにコロナの症状自体はもうほとんどなくなったんですけど、ちょっとやっぱ喉がね、ほら今、喋ってる感じになるから、みたいな。なんかちょっとカエルみたいな潰れた声になってますけど、これ多分しばらく治らないと思います。